皆さんこんばんは。お待たせしました。今夜は注目の高カードをナイトゲームでお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、見逃すわけにはいかない試合になりそうですね。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。福西さん、前線のタレントを豊富に擁する両チームですが、今日はどんなゲームになると思いますか？そうですね、タイプは違いますが、どちらも要注目の選手です。いいプレーに期待しています。こちらがホームチームの先発メンバーです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな442のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。前半キックオフです。小林、タックルでボールがこぼれました。ゴール前、期待も高まります。ボールを奪った、いいタックルでした。敵陣へボールを運ぶ、威力のあるシュートでしたが大きく外れました。キーパーが弾いたりこぼしたりしたところを狙っていたのかもしれません。そうだとしても枠の中に飛ばしてほしかったですね。ボールがラインを割りました。ゴールキックです。相手ボールになりました。チャンス、これは絶好の位置。ゴール。前線でもプレッシャーを緩めずボールを奪ってからの得点。ボールを持った相手選手に圧力をかけ、見事なゴールにつなげましたね。自陣のゴールに近い位置ですから、ボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。弧を描くようなパスです。中にスペースがあります。このヘディングはわずかにポストの外でした。タイミングは良かったんですが、少し運がなかったですね。皆川雄介、
ボールが外に出てゴールキックです。欲しかった勝ち越しゴールが生まれました。映像でもう一度ご覧ください。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。これはコーナーキックでしょうか。執念でブロックだ。ここはクリアされました。ファーポストにクロスが渡る。クリアして危機を脱しました。入れば同点となります。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。追いつくためキーパーがコーナーキックを弾き出しました。さあここでプレスを受ける。カウンターのチャンス、仕留められるか。抜いた。ファーにボールを入れた。ゴールキックになります。ちょっと意図の見えないクロスでした。福西さん、パリ・サンジェルマンはついにお目当ての選手を獲得しましたね。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。絶妙なロブパスです。これはチャンスだ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。リプレイを見てみましょう。浮かせたパスをディフェンダー越しにつなぎました。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。小林、ここで勢いが止まってしまいました。ディフェンダーがここで食い止める。タッチラインを割りました。スローインです。いいロブパスです。ここはドリブルで前に出ます。ファーポストにいいクロス。キャッチできません。ボールがこぼれた。皆川雄介、カウンターのチャンスです。このカウンターは要注意です。しっかり見えています。惜しくもゴールならず。これは悔しいでしょう。ゴール手前まではうまくいってましたからね。金森武史、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミング合いませんでした。皆川雄介、前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。この人はここまであまり名前が挙がりませんが、どうでしょう。今日はポジショニングといいますか、プレーする位置が良くないのでしょうか。チームメイトや戦術の問題かもしれませんが、この選手にできることはスペースを作ることでしょうかね。
後半戦キックオフ。パスをカットされました。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。ここで攻守が入れ替わります。このパスはカットされました。ボールを運びゴールに襲いかかります。小山智也、クロスを中央に入れた。クリアして危機を出しました。さあカウンターで一気に行きたい。チャンスだ。守りきれるか。カウンターが決まりました。見事なゴールです。ちょっと警戒が薄かったですね。うまく狙いにはめられてしまいました。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてフィニッシュです。2対1でパスの選択肢もありましたが、ここは自分で決めてきました。このパスはカットされます。空いているスペースが見えたか。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げられますよ。どうやらサイドをつけそうです。サイドをえぐって中を見る。これはクリアしきれないか。ボレーで狙う。キーパー弾く。コーナーを獲得。点差を広げるチャンスです。コーナーからエリア内へ。予感のあった攻撃でしたが結果に結びつきません。このパスはカットされました。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ちょっと足の止まりかけていた選手に代わってフレッシュな選手が入ります。松浦拓也、走り込んだ味方にスルーパス。同点ゴールが来るか。キーパーのダイビングセーブ。鮮やかでしたね。これはコーナーキックですね。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。中を狙うか。キーパーがコーナーをパンチング。これはナイスインターセプト。荒川力、ちょっと大きすぎたか。キーパーに渡りました。6ターンが処理。キーパーの痛いミス、リカバーできるでしょうか。
このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。福西さん、残り時間が少なくなっていく中、チームは相手をリードする。ここは突破を狙う。攻撃を断ち切れていない。ゴール！試合を振り出しに戻しました。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。スローインで試合が再開となります。最後に勝ち越しのチャンスが巡ってきました。ここはしっかりクリアしました。このコーナーで勝ち越したい。ボールはゴール前へ。クロスがゴール前へ。ゲームを作るパス、またまた通ります。小山智也、相手にボールを渡してしまいました。うまく読んだインターセプト。試合の時間は残り少ないですが、得点の匂いはありますね。中を確認したい。小山智也、ここは中央の選手にクロス。ここはクリアします。最後のチャンスになるでしょうか。ゴールを割れれば決勝点になるでしょう。これはチャンスになりました。キャッチできません。ボールがこぼれた。試合終了。このリーグ戦は両者が勝ち点を分け合う結果となりました。互いに一歩も譲らない、手に汗握る試合でしたね。引き分けでしたが、どちらが勝ってもおかしくない試合でした。次節もこういう内容を期待しています。